M 型および N 型はドイツの鉄道車両メーカーであったデュアグ、マン、アドトランツによって製造が行われた連接式路面電車車両である。1951年から製造が行われたデュアグカーと呼ばれる一連の車両や、1969年から製造された改良型のマンハイム型の後継車として開発された車両を。 従来の丸みを帯びた車体から構造が変更され、1973年から製造が行われた B 型電車に類似した角張った車体が採用されている。低床式の停留所が使用されている併用軌道に加え、高床式プラットフォームを有するシュタットバーンでの走行も前提に入れた設計となっている。また、それまで製造されていた路面電車は、 片運転台、片側扉式が基本となっていたが、M、N 型は、両運転台、両、側扉式を基本としており、終端に方向転換用のループ線がない路線でも運転が可能である。制御方式は、電子制御、サイリスタチョッパ制御、チョッパ、マイナスインバータ制御あるいは、VVVF インバータ制御の4種類が製造され、 内ミュールハイムが1978年に導入した試作車は西ドイツの路面電車で初めてチョッパマイナスインバータ制御を採用した車両となった。これらの際に加え対応する期間や編成の違いにより M、N 型は以下の形式に分類される。1975年にエッセイやビーレフェルトへ最初の車両の導入が始まって以降。 西ドイツの11都市へ向けて1999年まで製造が行われた。2000年代以降は超低床電車の普及に加え、老朽化が進行した結果各都市で廃車が進む一方、ポーランドやトルコ、ルーマニアなど海外の路面電車への譲渡や後実の低床化、近代化改造が行われている車両も存在する。以下の表は新生児に導入された各都市及び、 各車両の一覧である。1976年から1977年にかけてニュルンベルクに導入された N6S は1992年から1993年にかけて中間に上降扉付きの低床車体が挿入され、形式名も N8SNF 型に変更された。保存車を除いた11両は2006年以降、ポーランドクラクフに譲渡され、 内ち五両については、型運転台式に改造が行われ、制御方式もパワーエレクトロニクス方式に変更されている。また、ハイデルベルクに導入された M8C についても、同様に2011年から2013年にかけて、中間車体が扉付きの低床車体と交換され、M8CNF 型に形式名が改められている。ミュールハイム、 アンデアルールに導入された M6S、M6D 型の一部車両については、車体間の連接台車を撤去した上で二軸の低床車体を挿入した M6NFC 型、M6NFD 型への改造が行われている。ポーランドへ譲渡された M、N 型の一部車両は、2009年以降、モダトランスで近代加工事を施され、同社が展開する部分超低床電車ブランドである。 モデルスベータの一部として各都市に導入されている。グダニスク路線の地下化の進展に伴い2007年以降、ドルトムントからグダニスクへ譲渡された車両は座席の交換、前面の更新及び運転台部分の空調装置の搭載、中間車体の低床車体への交換などの改造を施した m f 1 a の近代化工事が行われた。 営業運転開始は2009年5月19日からで、2012年までに46両が改造された。また2014年から2015年にかけて、カッセルから譲渡された12両に際して、蒸気に加え車内の冷暖房の追加、照明の LED 照明への変更を実施した MF18 への改造が行われている。エルブロンク2013年に2両、 2014年に一両にアウクスブルク市電からエルブロンク市電へ譲渡された M8C についてもグダニスク向けの車両と同様の改造が実施され2013年の譲渡車両は MF13 破損していた主電動機を非同期交流電動機に交換した2014年の譲渡車両は MF14ACBD という形式名に改められたビレフェルトシュタットンから ポーランドのウッチデ電へ譲渡された M8C 型14両について2015年から2019年にかけて同市電の工場で中間低床車体を含む新生車体への交換、主要機器の更新などの延命、近代化工事が施され、形式名も M8CN 型に改められている。ありがとうございます。